これが村で一番の、ショッピング街、ショッピング街とショッピングセンターになるのかな。バーマイスターっていう、カフェですね、これは。で、そこからぐるっと回って、こっちがアルディマートっていう、これがスーパーです。スーパーでね、ここは、ドイツでは、これ見たらわかるように、出口と入り口が分かれています。まあ日本でも分かれてるっちゃ分かれてるかもしれないけど、ここまで明確には分かれてないですね。ちなみに、まあ雪が降ってます。で、結構、ま、村が結構広くってあんまり歩いていけるようなところにはないので、このように、まあ、郊外型、郊外じゃない、ここがまあ中心だから郊外とは言わないけど、まあ、あの車で来るのが一般的で歩いてきてる人はあまりいないです。はい、以上です。